まあ、グルジャ森岡のドリブルであります。これはカットされた。またアンスメボール、スータが入りましたか。大命令をプレスめたスータであります。すでにアディショナル4分のうちの約1分は経過したでしょう。2人少ないアンソメットですが、さあそこからグルージャがなんとか1点は取りましたが、今度アンソメボール、さらにまたアンソメボール、これはグルージャーボールゴールキックです。今日のキーパーは島津ではありません、斉藤陽平であります。プレースして、バックパス、金子ケーク、ここはあ今左右クロス入りましたが、これはちょっと合いませんでした。ゴーキックサロモンではなくて三好です。アディショナル4分、さあもうアンソメとは時間がない。外れてしまいました。しかしまだ時間は残されています。斉藤陽平が東山、金子、これ金子かな、もうシュートをカットしました。しかしこれはコーナーキック、これがラストプレーか。これで試合終了であります。グルージャ森岡なんとか3対1で連覇達成であります。アンソメの選手、